生系のワードが入ってる曲のつもりで結構書いてるんですけど、うん、なんか僕自身がそれに関してどれぐらい触れようかなというのが、それはマイクロではなくて自分の人生で考えるいいじゃん。俺が聞いたのはもう、あの、もう何回もやめようと思ってました。要は一緒なのよ。そういう観点から言えばいいかも、うん、だって一緒じゃん、お互い。俺もやめようとした、でも何度も覚えてる、一緒じゃん。だから別事じゃなくて自分事なのよ。もうとにかく言い訳をできない環境を作れなきゃいけないと思いまして、準備は、まあ、僕らの中ではこう万端でいったんですが、29日を迎える時には僕は個人的には不安はなかったです。雨野くんの不安とかそういうのは一人やっぱちょっと、ね、あの空気感とか多分違ったと思うんですけど、まあ、正直楽しみというのは反面、まあ、怖いというか不安というかそういう面の方が結構大きいなって思いながら当日を迎えたのをすごいよく覚えてますね。してるのかなっていうのが見えてきた。もう完全にこの日に多分僕腹くくったんですよね。僕が何とかするって、それがすごく次につながる糧になった。こういうのがやりたかったっていうのはライブ終わってみて感じました。いつもと違うスタンスでやったせいなのか見えたものはあったかな。アンプシミュレーターですよね。そうね、ここのつまみはまずアンプの音パッと作れますよっていうのでここに書いてる感じです。行きたい、はい、100年フェードアウト同時でお願いします。流れでそのままについてますのでよろしくお願いします。今日初披露する新曲を持ってきました。なれるかい、なれるかい。それではネクスト、なぜそこで、うん、俺らみんな煽ってる最中にもう始めちゃったから、わー全然気づかなかった。戻れラストっていう合図を一応、多分ラストの回数が思ったより僕が多かったっす、ね、そうだよね。だから、うん、曲体にしようか。ちょっと打ち合わせ不足でした。こうやってね、僕が大丈夫かな。じゃあよく置かれるか。ここね、今日のゲスト呼んでみたいと思います。ホモガルリキー、立ち回りの合図から僕ら一つになり、どれどういいね、いい、はい、いいと思います。 OK、 はい、張り切っていきましょう。
さん。スターが来た、スターが来た。来なかったか、スターが来た。そこで撮ってるね。はい。よし、じゃあ8周年。今日もな、気合いで入れずし、そこで楽しみます。行くぜ。おー、よし、よし。